おっす、こんにちは。どうも、ゆうきです。今回はラーメン影武者さんで二郎系ラーメン食べてきました。今回は神田秋葉原にある影武者さんに行ってきました。影武者さんは二郎系ラーメンのお店です。13時頃に行ったのですが、ちょうど待たないで入ることができました。ありがたいです。食券機はこんな感じです。現金のみです。席についてですが、ほぼカウンターで約10席ほどとなっておりました。食券を店員さんに渡すタイミングでトッピングについて聞かれます。今回注文したのはラーメン、かっこニンニクありです。金額は800円、かなりのボリュームとなっております。濃いめの醤油スープです。いい感じに油が混ざって美味しそうです。大量の野菜に麺が隠れていますね。ゴワゴワの麺が美味しそうです。いざ実食です。濃厚なスープが美味しいですね。軽く天地返しします。麺を掘り出して野菜をスープに浸します。ニンニク混ぜてパンチ増ししていきましょう。準備完了です。では行ってみましょう。うまいです。やっぱこれですわ。ニンニクのパンチと濃いスープが絡むゴワゴワの麺、最高です。じっくり煮込んで色のついたチャーシュー、めちゃくちゃ柔らかくて美味しい。量がめちゃくちゃ多いです。友人は大盛りにしたのですが、苦労しながら完食していました。量にはご注意ください。もやしもスープが染みてシャキシャキで麺と合います。ちなみに返しがテーブルに合いました。味濃いめにしたい方は追加しましょう。
やっぱりチャーシュー美味しいですね。最後に毎度胡椒でパンチ増し、これがうまいんですわ。最後食べていきます。今回は量が多かったのでスープ飲み越すのは断念いたしました。誠に申し訳ございません。最後に感想です。ラーメン影武者さん、めちゃくちゃ美味しかったです。特にチャーシュー、これが絶品でした。油の旨味、じっくり煮込まれた柔らかさ、いい感じの醤油の辛さ、最高です。ご視聴ありがとうございました。高評価&チャンネル登録よろしくお願いいたします。どうもでした。